あ、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、スマホの画面の交換とバッテリー交換、この大きな修理作業2つにおすすめな道具をですね、紹介していこうかなと思います。こうだいたい私が使うものここら辺にあるんですけど、必要なのはこれだけですね。さらに言ったらこれ同じものなんでいいです。で、ここはあったらいいかな。これは使ったり使わなかったり、そんな感じなんですけど、一応あるものちょっと紹介していくと、もう最初に言っちゃいましょうかね。これが個人的に、知られてない中では、私が気づかないだけでデメリットがあるかもしれませんので 100% おすすめしないんですけど、このシールラベル剥がしで、シールラベル剥がしでもその溶剤がいろいろあるんですよね。で、値段もバラバラなんですよ。で、私が使っててもう体感で圧倒的に超便利なんで、これをおすすめします。一応概要欄にリンク貼ってあるんですけど、ちょっとね高めなんですよね。だから他のシール剥がし AZ とかの安いやつでもできるかもしれないというか、多分できると思うんですけどね。個人的にはこの日本製のこれをおすすめしてます。で、何するかっていうと、例えばこれがサンプル例だとして、これ今フレームにこうくっついてるんですけど、これを剥がすにしてもこう入れてね、開けてやっていくんですけど、テープが、粘着テープが超強力なんですよ。それを剥がすのにあのヒートガン、画面剥がす場合はこのヒートガンもいりますね。いらない、なくてもできるんですけど、これで温めるんですよ。値段も高くないです。ドライヤーでいいですよ。ドライヤーでいいです。粘着テープを温めると。で、温めてさらにこう隙間を作ってあげて、そこに垂らしてあげて柔らかくする。そこにこのカードを入れて、これでこう開けていくと、これだけで開けていこうとすると、これで開けていく人もいるんですけど、見てもらえると分かると思うんですけど、当然樹脂でできてるんで、樹脂にこの金属をあてがっていくと削れちゃうんですよ。ですからできるだけ粘着を温めてシール剥がしで柔らかくして、こういうプラスチックで開けていくっていうことで、フレームを傷つけないことになっていくんですね。ですからこのセットカード、カードね、何でもできるといえばできるんですけど、このカードだと、薄いので
入りやすくて、適度に曲がる。クレジットカードこんなならないですよね、曲がるし、表面がボコボコしてる加工、ボコボコした加工なんで滑りがいいんですよ。滑りがいいんで入りやすくなってるっていう。これね、 Amazon だとねないんですよね。楽天とかだと売ってるんですけど、一応概要欄にリンクは貼っておきます。で、取っかかりを作るやつですね、これはマストです。これが本家本元なんですよ。これが本家本元なんですけど、偽物も結構売ってますよっていう。で、まあ、今の画面交換の話でしたけど、バッテリー交換の場合ですね、このバッテリー剥がそうとするとここについてる両面テープが超強力なんで、で両面テープも本当はね引っ張れば剥がれる仕組みになってるんですけど、引っ張っても剥がれないんですよ。ですから、両面テープを何とかして剥がすんですけど、バッテリーなんでこう無理に剥がそうとして曲げちゃうと危険なんですよね。ですからできるだけ曲げたくない。そうなるとこのカードを使ってここに入れてですね、入れてあげて、で両面テープをこのシール剥がしをここに垂らして流し込んであげると、そうすると簡単に入ってって剥がれるっていう。ですからこのシール剥がしとカード、あとこの開けるオープナー、これが個人的に超おすすめアイテムなんです。まあ、こんな感じでね、バッテリー交換時はこうやって入れていくんですけど、で、まあその、スマホを開けていくのにドライバーが必要なんで、まあドライバー、番号で言ったら、サイズで言ったら000ですかね。だいたいAndroid のスマホ、 iPhone も使えますけど、 Android のスマホだったらこの000番のドライバーがおすすめですね。だ長くないやつ、長いとね使いづらいですね。だ短いやつで、ここが回るやつ、ね、がいいと思います。ただこれ買わなくってもだいたいこういうのが何買ってもついてくるんですよ。これが000番で、これが iPhone の、星型ですね。Y 字はついてこないですね。 Android の画面を買ってもこの iPhone のドライバーついてきます。であとピッカー、あピッカーもあった方がいいですね。とかあとはこの吸盤、まあ、吸盤はね使わないですね。でもこれね何買ってもついてくるんで、もうめちゃくちゃ余ってます。めちゃくちゃ余ってる。たまにあのカードもついてきますね。で、まあ、ここら辺はね全部あのピンセットなんで一緒なんですけど、個人的にこのピンセット、これアネックスのナンバー146なんですけど、これめちゃくちゃいいです。これ別にそのスマホのね画面交換とか、そのスマホの分解修理とかするしないに関わらずおすすめです。買っておいて損がない。まあその木片がね刺さったとか、あとは毛抜きとか、あとは皮脂を取るときとか、普通のピンセットじゃできないと思うんですけど、これだったらもう簡単に取れるんですよ。皮脂が鼻にこう皮脂が、あまあそんなあんまいないかなとにかくね非常に便利。結構使ってるんですけど、先の精度もね落ちないですね。まあ、こんな感じになってて、まあ、ちょっと今長さがね、左右で違うんですけど、結構曲がって直してってやってるんですけどね。こういう毛、抜けないね。とにかく食い逃すっていうのが非常に少ない。かなりこう取れる、掴めますね。かなり掴める。これかなりです。値段もそんな高くない。
概要欄にリンク貼っておきます。でまあこれはね、あれかな、まあ、爪でもいいんですけど、爪でもいいんですけど、こうコネクタがつながってるんで、これを剥がすときとかに使ったりしますね。で先っちょはフレキシブルケーブルとか、あとはこういうところ剥がす時とかに使うんで、まああったらいいかなっていう。でセットでね売ってますね、セット販売、これとこれとなんか交換セットみたいなのが売ってるんですよ。あればあると便利ですね。でこれは、まあ別になくてもいいんですけど、フレームに入ってる時にこうこじったりする時に、こじったりする時とかに使うんですけど、まあ、これは別にね、まあ、なくてもいいかな。これで代用できるんで、これのお尻側とかでね代用できるんで、まあ、なくてもいいかな。でこれは、画面の接着剤ですね。画面を交換した画面をフレームにくっつける時に使う接着剤、接着剤で留めるときはこれを使ったりします、結構メジャー外国人が使ってたんで、買いましたけど。でこれがマグネタイザー、基板からネジを取るときに、ちなみに、これがスマホのだいたいね、スマホってほとんど Android に限って言うと 1.4 ミリの径のネジを使ってますね。長さがね2ミリだったかな。これはいろんな長さがあるんですけど、長さがね2ミリだったかな。太さがネジの太さが 1.4 ミリですね、まあ、これが一般的でも、太さが 1.4 のネジを使うのが一般的で、長さはそれぞれいろいろあるんですけど、まあ標準的なネジなんですけど、これをですね基板からこう外すときにこうくっついてくればいいんですけど、くっついてこなかったりすることがあるんですね。そういうときにこのマグネタイザーでこうやってあげると、まあ多少磁化っていうんですかねが強くなって、こうまくっついてきやすくなるっていう、そういう話です。まあ、これ普通のクリップですけど、できるかな。あ、ついてきた。ほらこんな感じでっていうアイテムです。こういうアイテムです。